スナイパーがいる以上、離れからゆっくり接近する以外方法は、はしごで、今の敵からナイフを回収したいんだけど、うわー狙われてる。で、投げナイフ回収させて。はい、失礼しました。この建物の上の方の階にスナイパーとかないかな。おお、日記、コルシュの書き置き。ひょっとしたらだけど、あのスナイパー、いたスナイパーには場所がバレてる。で、ここ登ってきたはいいけど、何もありゃしないな。こっち AR だけどさ、さすがに倒せんよな。無理だ。こっからさらに上の方には行けない。おっと、上に行きたい意味ないな。さあどうしよう。この辺隠れながら進めっていうことか。なるほど、オッケーと来るか。隠れながら進まんとね。当たっとらん。もう一人来たな。ちょっとここまでやってくるのを待とうか。スナイパーが狙ってるからね。すいません、まだ来る。あ、いて、普通に当たっちゃうな。さっさと詰めた方がいいかも。マシになって、回収。超至近距離ショットガンだけど、お、出てこなくなった。よしよしよし、じゃあ詰めちゃおうか。こっから上は登れない。いけ、トラップか。カンカンぶら下げてるトラップは合ってないようなもんだけど、デコイってなんかの役に立つかな。絶対投げナイフの方が。来るか。どういうところにデコイを投げりゃいいだろう。あ、デコイつってもこれただのカンカンじゃ。よし、カンカンに引っかかったな。そのまま調べに来い。立ち止まってくんないとね、投げナイフがね、
たまにすり抜けたりすることがあったから本編。あれ、もっと近づけよ。それで何かあったか。いや、何も見えなかった。よし。でこいなんかよりね、自力で近づいて投げナイフじゃ。どこに刺さってもこっちで。これ階段から上には行けないのかな。お、アタッチメントマシマシ。あ、だけど全部持ってるやつだ。開かないだろうね。あの女は言ってたな。長い道のり。撃てば破壊できるだろうし、殴っても破壊はできるだろうけど、音を立てちゃうもんね。なんかないかな。さっき外の方に行ける道があったから、そっから上に行けと。こっからも行けるな。よし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 。ん？そこで何をしている？遺品回収はしちゃいたいな。なんだ？下の階を移動してても足音でちょっと警戒されるな。すげえ足音近いんだよね。はい、遺品回収と。こっち側から上に登れるね。銃先が見える。ということは、はい。え、そこにいるやつが動けよ。見てくる。一体何が動いてるんだ。まあ、バレても構わないんだけど、弾の節約にもなるから。くっそ、手前にいるやつが動かん。おっと、一人出てきてくれた。この辺あんまりライトはないから、その辺をしっかり消す心配はない。もうちょっとこっち来い、こっち来い、こっち来い。ん？こっち来れないやつか、そこは。あれ？あ、なんだ、銃先に見えたこれ、雲じゃ。遠目だと銃先に見えたのに。あ、あ、デコイ扱いの受話器だったけど、あ、バレないと。誰もいない。ちょっとあの反対側からじゃないと開けれなかったドアを開いておきたかったんだけど、近く敵もいるし、ちょっと明るかったから避けよう。開かないな。反対側からじゃないと開かないやつだ。こ
この辺アイテムは何かある？ピアノ。あ、間違った間違った間違った。おいしょっと。そろりそろ、お？バレねえようにヤニでも縛いてくるか。ダメです。なかなかアタッチメントはそう簡単に集まらんな。おいおいおい、便器にテレビを詰めるな。ん？ 2003、 なんだこれ。とりあえずここを通れるようにしておいて、これはあれか、上のアクトを捕らえた後に通れるようにしたらありがたい。退路用の道か。上に登れる。まだこの階に他の敵がいた。デコイあんまり役に立ってないな。ライト消そう。随分近くにいたね。あれ死体、あれ死体、死体消えた。こっち開こう。で、こっちも開いておこう。これでこの階は OK だ。ダメだ、開かない。これ殴って大丈夫？ほい。なんでもないよ。気のせいで済んでくれた。通れる必要はないかもしんないけど、そこのドアも解錠しとくか。で、外側のはしごから上の階に行くか、階段から上に行くかを選べると、ちょうど中央の方にこれで出ちゃうから、階段から行ってみるか。あそこにいるやつはブスリー。ブスリー、なんかいかにももうこの部屋にいますよっていう感じだけど、いや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 、空き瓶の数がよ。ウォッカ大好きか。飯も結構あるけど。こんなところか。このフィギュア至る所にあるな。あ、金庫ゲット。よーし、オッケー、オープン。おっ、近接戦闘でサムは負けんぞ。なあ、落ち着けって、降参だ。お前がマジモノだってことはよく分かった。もう邪魔しないから許してくれよ。
左は爆弾だよね。爆弾はパンチ？パンチしちゃう。待って、これはカルマが。あ、大丈夫だった。エド、サムだ。スナイパーを処理した。よくやったサム。下まで降りてきてくれ。迎えに行ってやるから。センキュ。左のはだよね、爆弾のマークだったよね。どっちみち殺す選択肢だったっていうことでいいね。はい、まだ殴り殺してやった方がね。いや、どのみち殺してることに変わりはないけど、マシな殺し方を選んだ。ちょろいもんだぜ。ほんとね、バレなかったよ。中東かアフガニスタンとか。アクション映画だ。ただいま。ああ、奴らは何者だ。奴らは前に話した悪党どもだ。奴らはドックにいるわしらをカモにして稼ごうとしたが失敗したんだ。認めるべき功績は認めないとな。トムの野郎が講じた防衛策は強力だった。それで負け犬どもは略奪できなくなったんだ。何年か前の最後の襲撃の時、クリムが思い知らせてやった。仲間を吊るされ死体をあちこちに野ざらしにされたことで連中は恐れをなしたんだ。クリム、略奪もできなけりゃよそへも行けない。袋小路に陥った。連中はミュータントを捕まえるようになった。あの人間っぽいのだよ。化け物は間抜けだがパワーがある。荷車を引かせたり船の外輪を回すような力仕事にぴったりだろ。それに奴らはろくに食わないから省エネにもなるしな。だからミュータントを捕まえ少しばかり調教してから商人に売っ払うんだ。連中は月に何度か南からやってくる。支払いは武器や弾薬に米だ。まっとうな生活に欠かせないもんばかりだよ。連中は入植地にもやってくる。リビルドした発電機やエンジンや機械なんかを買うためだ。わしらの整備士は神だからな。あと干物も買っていくな。つまりは地域経済ってやつだよ。だがなぜ俺たちに攻撃を。この町の半分は奴らのものだからさ。境界を定めるために多くの戦いがあり、今や奴らは印を持たない者には見境なく発砲するようになった。なるほど、いつの世も変わらぬ縄張り争いか。よーし、着いたぞサム。こいつを係留したら予備の隠れ家を見せてやる。わかった。それでトムは具体的に何を申してたんだ。単純だよ。トムに従わない連中とあんたに入植地を任せたいそうだ。気前がいいな。それで見返りは何だ。潜水艦用の燃料棒だ。こっちはサム、エレベーターなら大丈夫だ。ここの準備には手間暇かけたしな。屋上に発電機もある。なかなか良さそうな隠れ家なんじゃない。階段はあくまで非常用だ。仮想界にはファグリがうじゃうじゃしてるから、エレベーターに乗った方がいい。発電機さえ動いていれば問題ない。なるほど。あ、ドアがない。あの時連中は捕まらなかったのか。捕まっても話せなかったろうが。どの連中だ。トムが本性を現した時、わしと仲間たちは潜水艦の燃料を補給して海に出ようと決めたんだ。その計画を知っていたのはわしの元副官のアレックスと、アレックスの部下のギョライン、それに救命士のボロディアだけだ。連中は偵察に出て2週間連絡を取り合った。そして燃料棒を見つけ、わしは夜中に回収する手はずを整えたんだ。だがそこにはクリムの手下が待っていた。辛くも逃れたかな。仲間はどうなった。さあな。だがクリムの手下があそこにいたのは偶然じゃない。ああ。よし、着いたぞ。
こっちだサム。おお。さあくつろいでくれサム。どの道外は嵐だし休むといい。その感じだと完全に対立してますな、トムと。なんかミュータントの声がずっと聞こえるんだが。